さあ14番472ヤード、相変わらずの霧が、まあ、右番手なんでね、うん、右攻めでいきましょう。うん、右攻めでいく。はい、オッケー。まあ、ってか、もう打ち出しがどこ見てもいいか分かんないですけど。そうなんだよ、まあ、ここっすよね、その方向だね。うん、あの木の左ちょっと見えるさ、薄い木があるじゃん、はいはい、あれの左通せば。あ、引っ掛けだ。左だ、左引っ掛けだ。これはダメだ。それはもう見なくても分かるダメなやつですか。うんうん、ナイスアウト。うん、ね、そう、ブルー3打目、残りが230だけど、これはね、刻んでいこう。分かんないから、分かんないから。そうっすね、もうあの真ん中に、はい、とりあえず打ちます。はい、バッチリバッチリバッチリ、よいしょ。ちょっとね、フック気味でこういう感じかな。よし、これ欲しい、寄せてこう。うん、うまくいったね。あー、ちょっとでかいんだ。いや、ちょっとでかめなんだね。ブルーパーバット、いいタッチだ。来た。うわあ。ここで切れる。まあほぼオッケーですね、これは。うん、オッケー。ナイスボギー。あー、ボギーっちゃったよ。15番、396ヤード。あ、もうね、はい、どこに行っていいか全然わかんないです。そうなん、もうまっすぐ。もう葛西の練習場思い出して、あの緑色のティーとティーの間通す感じだね。うん、いいよ。ちょっとフェードでまっすぐで、まっすぐ、よいしょ。パス、パス、ナイスショー、完璧。まっすぐ、まあ、180ヤードぐらい飛んでそうだね。飛んでましたね。うん、飛んでる。今乗せてフェイスアップを意識して、フェイスアップじゃなくてヘッドアップ。あ、ヘッドアップ、ヘッドアップ意識してて、これコメントで聞こえてたけどエステじゃねえよって。フェイスアップ防止になるかもしれないから、集中して。3打目、あー、左、大丈夫？多分乗ってます、ね、ギリ乗った、オッケー、ナイスオン、ブルーパーパー。左の、うん、惜しい、いやいやいや、いや、行っちゃったね。ちょっと道は左行ったか。グッド、完璧、よし。16番、301ヤード。いやー、短くていいですけどね。いいんだけどね、この霧。いやー、もうね、こんなにね、爽快感のないゴルフ初めてですよ。気持ちよさゼロ。打ったってどこ行ったか分かってんだもん。そうね、夢の中でゴルフしてると知らないね。うん、トップで、ちょいフェード。うん、ちょい右が、右ラフぐらいにあるんじゃないかな。こんなにも前が見えないゴルフって、はい、初めて。なかなかないだって、ここまでだっていいよ。何ホール目ですか、ここ。これ16番だから、ここ6ホール目6ホール目でこんなに霧が入れないってなかなかないですからね。
うん、うまくいった。おお、やってるやってる。音音はね、音で楽しんでくださいね。かなりロングな。いいと思うんだ。これはいいと思うんだ。あー、ちょっと惜しい。いや、でもないしょ。うん。さあ、ブルーパーパット。いや、難しいラインだな、これは。集中。いいですね。ちょっと集中。いや、読みすぎ。それ読みすぎ。オッケーボギー。あ、ハーは言わないよ。ハーハーはナイスショットした時にハーって言うの。そうっす。Tショットだけですよ。いや、距離的にもいいんじゃない。ハー。こう池がこうなって池ここまで長くなってるね。ここら辺寝ないっすね。右、あの木の方向。音を言いましょう。うん、この木の方向。まあ、2オンで。まあ、うん、池に入らなくていいですよ。うん、バンカーから2段目。いい、見えますか。はい、見えますね。ちょっと晴れてきた。晴れてきたね。晴れてねえな、これ。見て。よし、行きます。えい。うまい。走れ。走れ。まあ、止まるね。登ってるわ。ゴー。ナイショ。さあ、ブルーのパーパット。逆だな、ラインが。うん、そう、今のフックで左に打ち出しちゃったね。そうそうそう、これは取んないともったいないよ。取んないともうダメですよ。うん、うそー、やっちまった。何何何、このゴルフみたいな感じ。うわ、右だけど戻ってる。おお、戻ってると思うよね。今のは戻ってる。なんかボールを探す楽しみがありますからね。そう、つまんない楽しみだねこれ。どこに落ちたんだろう。スコアそこそこまとまってんのにね。もっと本当だったら気持ちいいのにさ。切りがなかったらどうだったんですかね。ね、それはそれで行きますか。で、12月の初めにさ、ここで言うけど、すごいコラボがあるんだよね。あ、ここでもう告知しちゃいますか。いや、告知はしないですけど、はい、とある YouTube チャンネルの、まあ、四天王の一人みたいなのとね、俺らがそう、ベストボールで戦うっていう。ちょっとボコボコにして、そうですね。ボス借り出して、はい、俺がタイマン勝負でもしようかな。ちょっと次もう飛ばし対決をしたいですよね。したいね。はい。うん、いや、楽しみだな。うん、大事だな。血圧つけようよ、一緒にね。トラブルショット。ん、いいと思うんだけど。いいと思うよ。あの方向？うん、いいと思う。わかんないもんな。ナイスショット。ナイスショットってことにしよう。ナイスショット。ナイスショットしたね。ケイブル2オン。バーディーパット。下りの、下りのスラかな。うん。いやー、読みすぎたかー。ナイスタッチだけどね。
まあこれ決めてこうパイージーな、まあイージーなパパッとね、うん、これ決めないともう無理です、ね、今日はこれは決まるでしょう。これ決めらなかったら高い。はい、ナイスイエン、ナイスパナイス。いいよ、まあ今日も前半終わったね。まあでも後半霧が晴れることを期待しましょう。うん、あのマッサージ のお姉さんに霧は晴れないと後半もうーんって言ってましたから。カレー担々つけ麺のうちからでございます。これ何が担々なんですか。これどこが担々。このスープがカレーとごまの担々の。あ、そうなんだ。これ自体がもう担々なんだ、はい、辛い辛い。いつもカキフライなんですよね。あ、確かになんかカキフライばっか頼んでる気がする。そう、なんかいいよ。俺もご褒美ラウンドしたい、美女と。それはちょっと待ってなんかイエローだけずるいよな今日超つまんねえスコア悪くないんだけどね。スコア悪くないですけど、うん、いや今日のゴルフはマジでつまらない、うん、いや俺久しぶりですよ。俺こんなにテンション上がらないの。そう、動画ではっきり言えるよね、これは。つまんない、つまんないです、本当に、うん、何も見えないゴルフなんて、うん、つまらない。いや、別にゴルフ場が悪いわけじゃないですよね。そう天気がいけないんだけど、うん、いや、このゴルフ場はいいゴルフ場なんですよ。めちゃめちゃいい。僕、3回目なんですけど亀山湖ね、うん、じゃあ、こんな感じで食レポしなくて大丈夫ですか。食レポ、ここまで食ってここまで食ってフェイスアップを意識して。フェイスアップだよ。ヘッドアップ。あ、ヘッドアップ。ヘッドアップ意識しててコメントで聞きましたけどエステじゃねえよ